先月、菊川市の住宅でブラジル人の夫婦が刃物で刺され夫が死亡した事件で警察は夫の同僚で日本人の男を殺人などの疑いで逮捕しました昨日、カキ被疑者を殺人・殺人未遂罪で検挙した氏名、山口正文64歳、男性 殺人と殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、尾前崎市桜の派遣社員、山口正文容疑者、64歳です。山口容疑者は、先月17日の夜、菊川市に住むブラジル人の派遣社員、デイソーザ・マルコスさん、44歳と、その妻を刃物で刺すなどし、マルコスさんを死亡させ、妻に怪我をさせた疑いが持たれています。警察によりますと、山口容疑者とマルコスさんは、 牧野原市内の自動車部品メーカーの工場の同じセクションに派遣されていて職場の同僚でした警察は今朝御前崎市内にある山口容疑者の自宅などを調べていて2人の間に何らかのトラブルがあったとみて犯行の動機などを調べています